東赤城木版画肖像天書による、純子東赤城は、中国成長中後期の最も結出した、諸家、天国家である。諸家としては天霊に、新しい境地を開き、被学派の階祖とされた。また天国でも、復古主義の吸収を打破し、党派の階祖となる。署名を縁と言ったが、家境御門の意味なである、縁を避けて、字の赤城を名とし、字は、 元白とした。豪は、古漢氏、漢白三人。暗記正安喜び不改名研修県跡の人。父の東和江は博学で、書や天国を良くし、赤女は、幼少より天国を学んだ。しかし、家は貧しく家居の学習に専念できず、餅や焚きりを売り歩いて、家計の足しとした。やがて国した印を各地に売り歩く、放浪の生活が始まる。 三十二歳頃に張り、歳の王を見出され、高年の名家梅流に紹介される。梅家には金石、拓本が大量に所蔵されており、赤女は三十歳から八年間、時に寄職して、ひたすら、旗、官の秘文の臨書に明け暮れた。最初の五年間は天書に、次の三年間は霊書に先進したという。しかし、梅家の家力が衰えたので、赤女は、 元の売り所、売り院生活に戻ることになった。旧県にて、帝洋伝と知り合い、受学者金坊に紹介される。またこの頃に、著名な学者、蝶恵みこと,と地具を得ている。金坊のところに一年間、寄合しながら偶居し、金坊の推薦を得て、高級官僚の総文職に会い、その才能を見出される。総文職の要請で赤女は、北京に赴き、 そこで、劉文生、陸、鈴熊らの名士とまみえ、その書は大絶賛される。しかし、内閣学士にして、文壇の大御所である大達綱のところに、寄りつかなかったので沖縄激怒しこれに不和らい動する、ものが現れる。これは、性格が清らかすぎて世俗にまみれることができず、人付き合いが下手だったからとされる。加えて、竜文生が失脚し、 陸鈴熊が休止すると、北京にいられなくなった。再び総文職の紹介で、両子総督の必言に招かれ、爆格となり、3年間危惧した。しかし、ここでも、ゼニ孫、星広史などの文人たちと折り合いが悪く、51歳に、して、職を辞して、放浪生活に戻った。赤女が書家として一役名を成したのは、書論家、法精神との出会いが大きい。 赤女60歳の時、鎮校にて28歳の法政神と出会う。法政神は、赤女の書に感激し、わずかの期間しか支持することができなかったが、生涯に渡り死と仰ぎ敬愛した。赤女没後、韓白ん一捨てを表し、さらに没後19年目に、国朝垣品を表し信代の書家の格付けを行い、赤女の書を、成第一と絶賛した。 赤女は当時あまり知られていなかったがこれにより一躍有名となった。この後にも後位が赤女を敬愛し、その著書の中で被学派の回祖とした。赤女は生涯三度の結婚をしている。最初は18歳で同じ村の藩士を妻としたがすぐに死別、次の妻は潮城の陳志で二人の子を授かった。三度目は、 海嶺の亭主をめとった。陳氏との子である、を伝い大曹果は、父の威発をぎ書に匠であった。赤女の出現で信代の転書、霊書が一変したと言っても、過言ではない。当時、古縁部、金石文字器、仙台金、仙剣道金赤文罰をなどが流布し、焦点や古文を書くことが、風潮になっていたが、力強さにかけて、先人の利子、 利用表とはまるでかけ離れていた。こうした閉塞感の中、赤女は独自の筆法を編み出し、旗点や寒冷の拡張高さを呼び戻すことに成功した。またこの霊書の筆法で転書する処方は、後世に大きな便宜を与えた。このような赤女の活躍を背景に、現元による南北諸波論は、 法上を拠り所とする上学派に一撃を加え、被学派を新調させた。天国ははじめ、何神ん、寮に、司法したが、天書の自由活達な躍動を天国に生かし独自の、陰法を確立し、党派を起こした。この一派には、孫弟子で党派を命名した、ご広氏はじめ、その後に、助産校、長子券、孔子寮など大家が連なった。天国芸術は、 数百年にわたって、簡易と、牧天を基礎とする復古主義を貫いてきたが、赤女によって初めてこの枠組みを打破することに成功した。これは、天国芸術における赤女の最も特筆すべき功績である。赤女の作品は、わずかしか伝存せず、腹の陰プも少ない。同二十六年の地に勝つと赤女のこの東電、密による、 漢白三人天国玉ありが、最初の原本であるが、わずか十七方が見られるのみである。その他の原因布のうち、当赤女印ありは逸出してしまい、当院ありまは、最上の因布として伝存している。西印社の、漢白三人因布は、印刷によるものである。本国本は、王子戸、古売閣法還白三人因、超露安、露安法還白三人因布などがある。 ありがとうございます。